東京急行電鉄の機関車、貨車、東京急行電鉄の機関車、貨車、東京急行電鉄の機関車、貨車においては、東京急行電鉄、東急、及びその前身である目黒蒲田電鉄、目釜、東京横浜電鉄、東横、玉川電気鉄道、玉川、池上電気鉄道、池上に在籍していた、電気機関車、電動貨車、 無害化車に関して記す。なお、長津田車両工場入れ替え車、ED301、無車席は、国鉄 ED30 系電気機関車を参照のこと。東京急行電鉄の前身、目黒蒲田電鉄、目蒲と東京横浜電鉄、東横が1922年から1926年に発注した全長7メートルの木造四輪単車系、電動有害。 無害貨車ででは1系、もは1系、でと1系、もと 1K していたが、大東急成立による改版ででは3 0 0 0千3 0 0 1から3003でと3 0 1 0三3 0 1 1から3015と解消した。ではは貨物室に2個の窓を持ち、でとは前後に屋根付き運転室、2台中央にパンタグラフ台として、鉄骨の大きな矢倉が乗っていた。塗装は黒、台車はて、 ブリル21位、e、である。次長は、デト3010型が8.75トン、デは3000型が10トンに過ぎないが、過射牽引を考慮して可手電動機出力が 48kW2 であり、空2の際は相当なスピードが出たという。制御方式は、直並列直接制御である。デは1型はメカマ一1.2の2両、デト1型はメカマニ1から4。 東横に5.6の2両が在籍したが、形式記号の、でが、もに変更された後の1932年に元4、が有害化改造されもは3となっている。1946年1949年に、でと3011.3012が、江ノ島電気鉄道、1951年に、では3000に、初代が、秋田中央交通に、1952年に、 では3003が長岡鉄道に1953年にデト3013が有害化改造ででは3002台、した上で秋田中央交通に譲渡された長岡鉄道に譲渡されたものは後に秋田中央交通に移籍した江ノ島電気鉄道ではポール終電化を呼びレール運搬に対応するため運転室が強幅化された秋田中央交通では3002 初代と3003は、東急時代と同一の車両番号で、3002、2台は、では3001となり、順次で揃った計算量が機関車代用として使用された。末期には、赤と青に塗り分けられ、国鉄機ハ4万1000系、機ハ04系を改造した客車を牽引していた。河川電圧の直流線5 0 0 v 昇圧に伴い、 小圧改造として、デッド3014.3015が2両、永久固定編成に改造された。間接制御化した上で、手電動機を4個直列とし、外観も運転室が3015の一端のみとなり、ワ和床上に機器が搭載されるなど原型とは大きく、変わった状態で、元住吉工場の入れ替え車となっていた。ブリル 21E 単台車を使用した直流線5 0 0 ボルト用車両は他に例がないとされる。末期は黄色に黒の警戒色であった。1970年に廃車された。また小圧まで、紐や工場の入れ替えに使われた。では3001が1963年まで放置状態で在籍していた。1929年に東京横浜電鉄が貨物列車用に発注した川崎車両製の突型電気機関車で、 全長8メートル強の小型機である。当初の形式番号は出来 1K1、大東急成立による改版で出来 3020K3021 となる。主電動機出力は600ボルト時60キロワット、1500ボルト時75キロワット4、制御方式は、関節肘同時下並列制御、HL である。川崎車両、川崎造船所製の類似車に、 伊勢電気鉄道501系、高畑鉄道機1型がある。主に東横線菊な電園町俯間の貨物列車牽員や工事列車牽員等に用いられていたが、貨物列車廃止後は元住吉工場の入れ替え者となり、同工場が長津田へ移転した後も引き続き、長津田車両工場の入社として使用されていた。なお、1980年に除籍されて、以降は、 同工場の入れ替え用機械としての扱いとなっていた。塗装が黒一色であることから、カラスの愛称で呼ばれている。2009年に入れ替え者としての役割を終えた後、胴体保存を目的に、高下電気鉄道へ譲渡され、同年10月18日の同社イベント、高下電鉄感謝、フェアイベントにて、応募列車区で一般公開された。 なお、同社においても車席編入はされておらず、本線走行はできない。主要所言。1924年横浜選挙制の京浜線、現在の京急本線など、所属の木造有害電動貨車では5010千5013を1943年に改め木の上玉川線に転属させたもので、転属時に、形式は玉川線の一の3桁車両番号ではなく、 東横線系統所属を示す三千万台となり、では三千三十系三千三十一となった。1951年には無害化され、でと三千三十系三千三十一となり、事業用や花電車用として使用されていたが、1967年に廃車となった。連結機は最後までは不発系連環連結機のままであった。特筆されるものとして、 二子玉川園遊園地の再開時に運転された花電車が挙げられる。形式記号は、ではだが用途は、有害貨車でなく、荷物車である。延べ3両が1949年から1982年の間に使用されていた。1920年の 1372mm、抹車機間への改め記事に1から5の5両が旅客車の1号型と、共に、 名古屋電車製作所で製造された木造四輪単車の有害電動貨車。1941年に1号型で最後まで残った3両と共に全車が当時の満州国新京交通へ譲渡された。1928年に蒲田車両で製造された四輪単車の無害電動貨車で1の1両のみが存在した。主電動機出力はメカマ。 灯油小元1型に比べて低い2 7ットで、ブレーキは手ブレーキのみ。終電装置はメカマによる、併合の後もトロリーポールであった。でと1系1号という形式番号を有するものの、実体は無車席であったと言われる。車線内専用として使用された10トン積み無害化車、長物車。形式別の出自は下記の通り。いずれも国鉄と一系 初代等、明治から大正期の十トン席に軸無害化車と大差、ない形態で、形式間でも軸拠等に差異がある他はほぼ同型である。ただし、急所小フとの記号が示す通り前車つま面に手ブレーキが装備されており、このためか、旧メカマ、等横では、和夫と夫との緩急車は存在しなかった。と3090系2両は1951年。 と3060系3062、および、と3070系3075は1963年、工術するレール輸送化車地期3095系の共車として、長物車地3090系3091から3094に改造された。空気ブレーキ装置は1953.1954年に、と3070型に対し装備されたが、 他形式は引き通し下のみが設置された。と三千七十系のうち三千八十一から三千八十四は九百六十一年に伊豆急行に貸し出され、うち三千八十一点三零八二は九百六十六年にそのまま譲渡され、と一点三二となった。無害者各形式はメカマ、東横両電鉄の建設工事に使用され、開業後は、 玉川から産出する川砂利の運搬として、川砂利の採掘禁止後は、補選用として、バラストの運搬や、元住吉工場紐や工場間などの部品、資材輸送や、回送列車の緩急車代用として使用されたが、空気ブレーキを持たない、と3050.3060型が1970年に、廃車されたのを皮切りに、1976年までに、全車廃車された。 1951年、日本国有鉄道、国鉄から鉄道院新橋工場1914年製の、潜在木造客車間に19,706号の、大枠、台車の払い下げを受け、レール輸送用の長物車としたもので、一両のみが存在した。東急発の20メートル車であり、かつ客車用三軸ボギー台車 TR71 を装備した、得意な貨車であった。 8 0 0 0系入船による限界拡張以前ではあったが、車体幅が 2400mm で限界定職はなかったという。地3090型を前後に連結し、後年はホイストクレーンを装備して25メートルレール輸送に使用されたが、次第に使用機会が減り、もっぱら新マリコ駅の側線に留置されていた。 と3071-3090系の残存車と共に1976年に廃車された。1920年1922年に玉川電気鉄道が新造した機関 1372mm の砂利輸送用10トン席に軸無害車と1と20で少なくとも一部は狂気時代の貨車20両を改造した車両である。一部は煽り戸を外して 水タンクをつけて殺水車となっていた。1937年に、都1と7の7両が廃車され、残る13両が東急に引き継がれ、都1型と1対と13となった。1943年には、湘南線、現、京急本線の保線用貨物自動車がほとんど使用、不可能になったため、その代わりとして、都6と11の6両が、湘南線へ転属し、 と五千七十型と五千七十一と五千七十六となった。玉川線に残った七両は引き続き補線用等として使用されたが、後年やほとんど使用されずに二子玉川園などで留置されていた。その後、千九百六十三年から千九百六十六年にかけて廃車された。レト三千三十型とともにバッファ付ける連環連結器のままであったが、バッファは ごく簡易なものであった。湘南線へ転属した6両は、1948年には、東急の再編成により京浜急行電鉄へ、引き継がれと70型と71と76となったが、老朽化により1951年に廃車された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。